ははい、えー、こんにちはアポロです、えー、今日はですね、英語学習をしている人に向けて、まあ、シャドーイングをする時のの、ね、ポイントについて、ね、話していこうかなと思います、まあ。僕のチャンネルは基本的にビジネス向けの、ね、チャンネルなんで、まあ、英語学習とかの、ね、発信はあんまりしてないんですけど、まあ、個人的に、ね、英語を、まあ、今トレーニングしているというのがありますし、まあ、僕のことを知らない人に、ね、軽く言うと、まあ、今年から僕はですね、そのまあ 英語圏に向けて、非日本人に向けてこうビジネスを、ね、始めていこうとしているところなので、まあ、それの、ねえー、準備段階ということで、今、英語のトレーニングをいろいろしてるんですけども、その中でやっぱり、シャドーイングっていうものをですね、まあ、習慣的に今やっているわけですね。で、英語っていうのは、本当に勉強法がもうすべてといってもね過言ではないぐらい、やっぱり勉強って、何を学ぶかよりも、どうやって学ぶかっていうのがねいかに重要であるかっていうのが分かるのが、この英語学習なんですよね。 例えば、日本人ってめちゃくちゃ英語勉強してるじゃないですか。中学校、高校、今だったら小学校から、ね、勉強したりとか、それこそ中高だけでも6年間学んで、ね、それこそ大学出てるとかね、遠い空受けてるとか、いろいろやってるけども、全然しゃべれないみたいな人が、まあ、多いわけですね。それなんでかっていうと、勉強法がまずいからですね。日本の英語学習っていうのは、テストで高得点を取るための英語の勉強であって、しゃべるための英語の勉強じゃないから、うん 知識はあるのに全然しゃべれないっていうことなんですよね。だからやっぱ勉強法、どうやって学ぶかっていうのは大事で、これはまあビジネスとかも一緒で、ただ本を読むとかね、そ何をどうやって学ぶのかっていうことが、やっぱりその学習のね、まあ、効率とか定着率に大きく影響を及ぼすので、まあ、それが一番わかりやすいのがこの英語学習なんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりこの英語がしゃべれるようになるっていうね、訓練の中で、 おすすめなのがシャドーイングなんですけど、シャドーイングをするときにね、気をつけるポイントを今からね、ちょっと話していこうかなと思うんですけど、一つは、興味のあることについてね、シャドーイングをするって大事なんですよ。よくあるのが、映画とかね、なんかの映画をこうひたすらシャドーイングするとか、もしくはなん,かなんかの教材をシャドーイングするとか、そういうのが、こう、空なくできる人はいいと思うんですけど、興味ないことをずっとやり続けてやっぱ退屈なんですよ。 だけど、やっぱり自分の興味のあることっていうのはね、興味があるから、熱心にこう学んだりね、勉強したりするじゃないですか。だから、例えば僕も英語を学ぶというかね、マーケティングとかのそういうコンテンツを英語で見るのはね全然苦痛じゃないとか、むしろね楽しいわけですけど、全然ビジネスと関係のないようなコンテンツの英語のものをね見ても全然楽しくないとか、だって興味がないわけだから、やっぱり自分の興味のあるジャンルのものに絞って、シャドーイングした方がいいと思うんですね。 僕だったらマーケティングとかね、まあそういったものにやっぱ興味があるから、そういったもので英語でやっている教材を見て学ぶ。これはもう一個理由があってですね、その英語っていうのは特定のシチュエーションで使う表現ってある程度パターン化されてるんですよね。僕だったら旅行業でずっと働いてたんで、旅行業の業界でよく使うフレーズとか言い回しっていうのはある程度パターンで決まってるんですよ。特定のその、そ テーマについてシャドーイングすることによって、そういうまあパターン化されたフレーズとか単語っていうのはどんどん増えてくんですね。だから、仕事ではすごいベラベラ喋れるけども、子供のデイケアに迎えに行ってね、子供に話しかけられたら全然言葉が出てこないっていうのは、やっぱりその普段子供としゃべる英語っていうのは全然ね、使ってないから、いざという時に全然出てこないみたいなことになるんで、やっぱその自分が興味のあるジャンル、マーケティングならマーケティングとか、そういったもののジャンルのシャドーイングをしていると、そういうね、表現が身につくんで、だから興味のあることをね。 選択して、まあ、それをシャドーイングするということがね、すごく大事になってくる。やっぱ興味のないことをずっと続けるっていうのは苦痛ですし、ね、大変なので、興味のあるジャンルに絞り込むってまず一つ大事ですね。あとは、同じ教材を何度も何度もやる。同じ教材っていうのは同じフレーズですね。同じフレーズを何度もシャドーイングする。僕だったら今1週間に一つのね、コンテンツをずっとこう、繰り返しシャドーイングしてるんですけど、毎日違うのをやるとですね、 定着しななないんですよなかなかやっぱり継続と反復が大事だから同じシャドーイングを何回もね5回も10回も繰り返してると自然とそれがねこう体に染み付くというか、まあ、そういう感覚になるんですけど一日ごとにね変えてたら染み付く前にもう忘れちゃうんですね一回そこ喋ってはい終わりみたいな感じになるからできればそれがねもう自然と何もなくても出てくるぐらい体に染み込ませておいた方がいいんで同じものを何度も何度も繰り返しシャドーイングするっていうのがねおすすめです。 だから反復と継続ですね。まあ長いものでもいいし短いものでもいい。10分なら10分で10分のそのシャドーイングをもう5回も10回も、ね、繰り返してると、もうその10分間に喋ってる英語がね、自然と出てくるみたいな。僕は大体1時間ぐらい1日シャドーイングやってるんですけど、で、そのどういうものをですね、おすすめのシャドーイングの教材というか、まあ教材と言っていいのか分かんないけど、僕はどういうふうにやってるかっていうと、僕はユーデミーを使ってるんですね。 ユーデミでーて、英語で絞り込んで、しかもこの価格のところ、金額のところを無料にすると、無料コースのね、英語でこう収録されたものがバーって一覧に出るわけですね。その中で自分に興味のあるもの、例えばマーケティングとかそういうものに関する教材を選んで、まあ、1時間ぐらいのものですね。それを選んで、それをひたすらこうシャドーイングすると。まあ、無料ですから何個受けてもお金かからないし、まあ、そういう興味のあるジャンルのね表現がどんどん身につくんで、まあ、1週間に1個何か ね、そういう登録をして無料で。で、それをひたすらシャドーイングするみたいなことをやってます。で、ゆうでみのいいところはですね、自動で再生されるんで、1個の動画見終わったら、自動で次の動画再生されるっていうのが、すごくね、えー、使いやすいなというのと、あとはやっぱりその、再生速度を変えることができるんですね。やっぱりネイティブの英語ってめちゃくちゃ早いんですよ。僕は今0.75っていうスピードでシャドーイングしてるんですけど、0.75でも相当速い。もう下が追いつかないぐらい。 喋るのが早いんで、やっぱりこうスピードが調整できないとネイティブの喋りにねもうシャドーイングっていうか口がついていかないっていう風になるんでやっぱこのスピードが調整できるっていうのもすごくいいなって思いますよねあとまあその基本的に僕は何て言うんですかあんまり画面を見ずにシャドーイングしてる目閉じてシャドーイングとかしてるんであんまりこう画面は見てないんですけどもし仮にその自分がねわからない表現とかがあってなんか聞き取れなかったなみたいな ことがあったときは、ユーデミンはこう字幕がつけられるんで、自動再生みたいな感じで字幕がね。そうすると、字幕でこれなんて言ってるんだっての分かるんで、そこでね、あ,あこういう風に言ってたんだっていうのが一つ分かる。まあそういう利点もありますよね。ユーデミンをこうで自分の興味のある講義の英語版を何か受ける。料理に興味のあるんだったら、料理のコンテンツで英語で無料のものをシャドーイングで共存するとかね。そういうのはすごいおすすめです。お金もかからないし。で、あと、 ただ、この唯一のね、まあ、デメリットというか、まあ、ね、問題点としては、やっぱり動画なんで、外に出る、外出先とかね、あんまりネット環境がないところだと、膨大なデータを食ってしまうんで、そうするとなかなかね、出先でそういう、まあ、練習とかでできないわけですね。そんなときは、やっぱり、ポッドキャストが、ね、おすすめかなと。ポッドキャストは基本的に無料ですし、まあ、そういう無料のコンテンツねで。僕だとマーケティング関連のチャンネルを聞いて、 まあそれをこうシャドーイング代わりにね、例えば車の中とかでずっとこうシャドーイングしたりとか、そういったこともできるわけですね。しかも、ポッドキャストもね、同じように再生速度を変更できるんで、それをね、変更しながらこう自分でシャドーイングできる。出先はまあポッドキャストを使って、家にいるときはユーディミを使うみたいな、そういう使い分けもできますよね。なんで、英語を勉強する人、これはあくまで僕のやり方なんで、これが正解ですよっていうわけじゃないんですけど、シャドーイングをするときね、 どういうふうにすればいいのか。やっぱつまんない退屈な教材をずっとやっててもね、なんかこう身が入らないし、なかなか定着しないと思うので、やっぱり自分の興味のあるテーマについてね、やるのがいいっていうのはまあ僕の個人的な結論。やっぱり英語学習で長くやってきましたけど、いろいろ自分の中で手探り状態でね、何がベストな学習方法なんだろうっていうのを探りながらやってきたんで、まあ、何かね、参考がある、参考になることがあるんであれば嬉しいです。